Tiene que comprarse con toda la No, 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 ちょっと生き抜けないと死ぬんじゃないかと思ったわけ。それで少しその隙間を開けようってその大工して、ちょうどフローレスっていうそのギリシャ人の友達がいて、そいつがちょうどフェスティバルその時期にやるって知ってたから、で来いって言ったから、そこを無理やりスケジュール開けて、んでモスクワはもっと早く入ってほしいって言ったんだけど、二日間だけとにかく来るって言って、ほんで、そう、やっと、海が見えるところに来て、魚はうまいし、とにかく、リラックスタイムというか、そう、二日間だけちょっと、そのスコアに入る前に息抜きしないとね、っていうんでね、でも、あれだって楽しかったよね。So you came from Moscow?モスクワでオレンジ運んで帰ってくる。頼みなさい。Νέκρα περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας. Finito, Rico. Finito.俺が言いたいことはね、多分一つだけだと思うけど、最近そう思うんだけどね。Let's get out from repeating system. 繰り返しのシステムというかね、repeating life からね、もう get out しようって。それだけだと思うね。うん、みんな
その繰り返しの中にはまってるわけ。ますます一日の24時間ってのがもうなんか、こう貴重っていうかね、貴重っていうのかな、ちょっとプレシャスっていうのが大事。そう。鉄道の不動機じゃないけど、やっぱりその住んでる環境、住んでるその自然環境っていうの、ものすごいやっぱりメンタリティが影響を受けるっていうのはね、ギリシャからそのモスクワに飛んでやっぱり再確認したよね。やっぱりギリシャみたいなああいう海のそばでね、だったらやっぱり人間脳天気になるじゃん。でモスクワみたいなあんなその暗いね、3時になるともう太陽が落ちちゃってね、真っ暗になって冷たい大地でね、ヘビーなところでね、それでやっぱりドストエフスキーみたいになっちゃうよ。